ジエリチャンネル。こんにちは、カジエリです。はい、今回は最近購入したアクセサリーについて紹介していきたいと思います。まあ、アクセサリーといっても私が大好きなピアスですね。ピアスを購入したのでそちらを紹介していきます。今つけてるピアス、こちらのピアスなんですけど、小さめのフープピアスでアネモネというところで購入しました。私はピアスほとんどアネモネの商品が多くて、前回バーガンディメイクの時にも使用してたのも、これもアネモネでね、購入したものです。くすみピンクな感じですごく可愛いですよね。あとはね、どれ購入したっけ、これも買いました。これもアネモネで購入しました。ブラウンのね、こういう丸っこいピアスです。ちょっと鎖みたいな感じでつながっててね、なんか下のやつはグミみたいな、なんていうグミみたいな感じ美味しそうで、上はふわふわのベロア生地、ベロア生地かな、なんかこのふわふわした感じの生地になってます。質感に対してのレビューがすごく苦手なんで、なんて説明したらいいのかよくわかんないんですけど、こういう感じのね、ブラウンのグミっぽいピアス可愛くない？私ベージュ系のコートを着ることが多いので、まあ、それに合わせて、こういうピアスを合わせると可愛いかなと思って購入してみました。これはアネモネです。で、このフープピアスもアネモネです。で、もう一つね、アネモネで買ったものがあって、こんな感じでパールが真ん中にあるゴールドのちょっとフープピアスっていうんですかね、なんかこんな感じのピアスになってるんですけども、わかりやすくこういう感じですね。はい、可愛くない？あんまりないデザインでさ、小さいピアスなんでさりげなくね、おしゃれにパールを仕込むような感じのアイテムです。ちょっと小ぶりな感じでおしゃれを楽しみたいときはこういう感じのピアスをつけようかなと思ってます。結構私はね、アネモネで大量買いすることが多いです。ね、フープピアスはこんな感じです。フープピアスはどう持ったらいいか分からへんわ。見える？こんな感じでね、購入してます。アネモネで買った商品は今回3つかな、この3つのアイテムになります。持ちづらいピアスは持ちづらいですね、紹介しづらいですね、こうやってね。私はね、よくアクセサリーを買いに行くときは渋谷に出没するんですけど、渋谷で買ったものといえば、渋谷の東急百貨店でいっぱいピアスとかね、アクセサリーが売ってるので、それを見に購入しに行くことが多いんですけど、今回はね、じゃあディスコートっていうブランドがあるんですけど、めちゃめちゃ安くて可愛いピアスがいっぱい売ってるんですね。こんな感じでくすみのブルー、透明感のある感じのブルーのちょっと大きめのピアスなんですよ。このピアスも多分1000円ぐらいで購入しました。可愛くない？まあ、今の洋服とはちょっと合わないんですけど、まあ、透明感のあるブルーのピアスをつけたいときはこのピアスをつけようかなと思ってます。なんかレトロな感じの洋服にも合うかなと思って、この春使いたいと思ってます。で、こちらは私の好きな色、このね、何色っていうのかなイオカン色本当はね、ライムグリーンって言いたいんですけど、ちょっとこの色はくすんでいるので、あのイオカン色と言いましょう黄緑、くすんだ黄緑ですね。こういう感じの色好きなんですよ。ワンポイントとしてね、使っていきたいと思ってます。あのポニーテールしてる時とかやったら、これ割とさ、横幅があるし丸いから、アップスタイルの時にワンポイントとしてつけると可愛いかなと思って購入しました。今の洋服にも案外合ってる気がする。なんかワンポイントでね、可愛いでしょ、こんな感じでね。はい、可愛い。これも1000円ぐらいでしたよ。可愛い、私好きやわ。やっぱこういうね、ポイントになるやつが好きですね、私は。馴染む系のナチュラルなやつより。これはね、ディスコートっていうところで買いました。そしてハンドメイドアクセサリーのショップで、これも渋谷にあるコトモノマルシェっていうところなんですけど、そこは、ハンドメイドピアスのセレクトショップで、大きめの星のピアスを買いました。私最近星に目がないからさ、こんな感じのゴールドの大きめの星のピアスを購入してみました。一回つけてみますね。大きめのピアスとかってさ、やっぱこういう感じでさ、
アップスタイルの時の方がうまく使えるから可愛くない？これはちょっと可愛い感じの洋服に合わせてポイントで使おうかなと思ってます。これはね2800円ぐらいだったと思います。細めのフレームっていうところが可愛いですよね。しかもねこの一番上のその耳につける部分も星になってて可愛いんですよ。クリスマスにも良きですけどね。もう終わっちゃったけど。いいのよいいのよ、星のモチーフが最近すごい好きだから。ディアーウェンディーって書いてます。これに挟まって、これについてたやつね。ディアーウェンディーって書いてますね。まあ、制作してるブランドの名前だと思います。ディアーウェンディー、かわいいかわいい、私の好きな感じですよ。で最後ね、インスタライブでも紹介したことあるんですけど、こちらのこちらペコペコっとした月のピアスです。かわいくない？これはマシェールコゼットっていうところのブランドです。2100円でした。書いてる。これはね私一目惚れで買いました。ちょっとペコペコっとしてるところも可愛い。月とか星とか好きなんですよ。前の生配信の時もつけてたと思います。はい、こんな感じです。キラーン、とても可愛くて気に入ってます。こういうワンポイントのものも買ったり、ちょっと大きめのゆらゆら揺れるタイプのピアスも購入したり、いろいろピアスはたくさん持ってるんですけど、やっぱり一番買うのはアネモネっていうところがよく買いますね。であとそのディスコートっていうところのも購入します。皆さんのお気に入りのアクセサリーブランドあれば教えてください。アクセサリーはいくらあってもいいですからね。ちょっと今回気に入ったこれを今日はつけていきたいと思います。かわいいわ、やっぱ私この色めっちゃ好き。はい、てな感じでアクセサリーの紹介でした。まあね、アクセサリーはね、ほとんど私はもうピアスしか買わないんです。リングとかも買うときあるんですけど、基本的にはめないんですよ。ごちゃごちゃするのがあんま好きじゃなくて、めったに指輪はつけないんですけど、まあピアスは絶対につけてるマストアイテムですね。このね、ネックレスって言うんですか？これはね、どこのかわかんない。覚えてないです。はい、ということで今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。ありがとうございました。